こんにちは、色彩です。今回はルリタマアザミを使ってアレンジを作ります。かっこいい雰囲気に合わせて器は黒色のお皿を使います。使うお花はこちらです。ルリタマアザミ、菊、ヒペリカム、こちらの3種類を使います。器は100円ショップで買ったこちらを使います。プラスチック製でとても軽いです。今回は短いお花をちょこっと刺すだけなので、フォームは簡単に置くだけにします。長方形にカットしました。器から出ないぐらいの高さにしています。今回のルールはお花をまっすぐに刺すです。普段のアレンジメントだと斜めに刺すことが多いですが、今回はすべてまっすぐに刺していきます。お花は長く使わないので、すべて1本ずつに切り分けました。今回の花はすべて短く刺していきます。刺すときに斜めにならずにまっすぐ刺します。フォームの部分にお花が来るので、絵画のように自由なイメージで刺してみてください。迷ってしまった時は目立つお花から入れていきます。まっすぐに刺してみたり、離して三角形にしてみたり、中心に固めてみたりと、いろいろイメージがありますね。今回は離して使っていこうと思います。まずは一番綺麗なお花からまっすぐ刺します。だいたいこんな感じにしようと思うので、間に他のお花を入れていきます。菊が潰れないように花びらの下に入れてあげます。ヒペリカムは実の向きや葉の付き方にそれぞれ変化があるので、心地よい場所を探しながら刺していきます。端っこのフォームが少し足りなかったので、まっすぐのイメージを損なわない程度に少し斜めに刺します。このように器の縁までフォームをセットしておくと、最後までまっすぐ刺すことができます。
アレンジメント完成しました。お花は低く挿しているので高さはこれぐらいです。フォームが足りなかったので端っこは少し斜めにしてしまいましたが、基本的にまっすぐ挿しています。今回はお花を端っこに寄せましたが、真ん中に置いてみたり両サイドに置いてみたり、お好みの配置で楽しんでみてください。今回はお水を張れる器にアレンジメントしました。お水が張ってあると涼しい気分にさせてくれますね。夏のアレンジメントで涼しくなってください。それではまた。ご視聴ありがとうございました。